DeNA アズマ、正直言うと今日はめちゃくちゃ調子悪かった。ブルペンから正直かなり状態が悪くてどうしようかなと思ったんですけど、その状態の悪さを雄大も察知して配球してくれたので、なんとか抑えることができました。と女房役の山本雄大に感謝。調子悪いけど投げたらなんか勝てたわ。 W 事実なんやし、しゃあないやろ。なお22試合連続 QS 達成中の模様。調子悪いけど相手が玉ブラなら A かの精神。中日と西武にしか投げられない雑魚狩り専門やろ。今の球で投げてんだから、これに足す1点台はごまかしてると思えば、普段の球ならチニドラにも通用しない雑魚が生きがるなや。そんなこと言ったら玉ブラ打線が雑魚みたいに思われそう。セブライに7安打もされてたからな。調子悪くても完封されちゃうブライオンズをおもんばかって。実際序盤は悪かったな。尻上がりに修正していったのはさすが。去年は四球15個だったけど今は14個と去年より悪化してるからな。ロジハラ言葉の暴力、何気ない一言が心を傷つけた。ご視聴ありがとうございました。